はこの手袋を顕微鏡で観察していこうと思います。スライドガラスに手袋を置いて水で濡らして丁寧に伸ばし、カバーガラスを乗せて準備 OK。 顕微鏡にセットします。光を調整します。まずは4倍で覗いてみましょう。じっくり画像で見てみましょう。アンデルワールス力の要である地下白板が見えますね。他の場所も見てみましょう。綺麗ですよね。次は10倍で見てみましょう。微小な剛毛がよく見えます。鱗です。動画で撮ってしまったので見づらくてすみません。でもすごく綺麗ですよね。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。